はいどうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、今回から神楽坂をね数回使っていきたいと思います。ちなみに自分の神楽坂は PR、4体かな、結局手に入って1回も上限解放しませんでした、あれ以降。はい、残念、アディオス。はい、というわけで、フレンドさんの神楽坂をお借りしたいと思います。なんと今ねフレンドさんに PSR レベル46で、お出ししていた方がいらっしゃったので、こちらをお借りしたいと思います。まあなので SR45 に評価がプラス5されてるって考えればいいかな。まあ SR45 と捉えてもほぼほぼ大丈夫かと思います。で、テーブルを見ると、まあね、ここまでは見えていましたね。変化球ボーナス8までは、ちょっと多分おそらくね、この40っていうところまで来たら、まあ普通にめっちゃ強いなっていう感じで、まあ立川葵ちゃんと肩を並べるぐらいになるなっていうお話をしていましたね。で、この45まで行くと変化球ボーナス8つくんで、間違いなく変化ナンバーワンキャラクターになるだろうというところで、ちなみに50はスペシャルダックボーナス 80% になって、これと合わせて 100% になるのかな。はい、というところで、もうてか45の時点で変化球ナンバーワン投手だと僕は、現状考えております。はい、で、まあね、2回前かなの動画でお話ししていた通り、神楽坂の一番僕は注目する点は、ここの得意練習率アップと、ここの得意練習率アップ、多分 20% か 30% だと思うんですけど、これで20かな、多分20ですね。はい、 20% だと思うんですけど、これでバカほどタックが来ると。で、別にまあ一人でタックが来るようになるっていうだけでも美味しいんですけど、やはりワンタックだけでは渋いと、ワンタックびっくりだったら美味しいんですけど、やっぱりツータック、ダブルタック、トリプルタックを呼んでいくことに、パワープロっていうものはね、大切な意義があると僕は考えておりますので、同じく得意練習率アップを持っている立川、そしてそのコンボがある葵とね、この3人でしょ、これでしょ、実際、使い道はと僕は個人的に考えております。で、前回とはちょっとデッキを変えましてね、前々回とは。川上、そして、こちら、クレバ、そしてセッチャンという編成で参りました。はい、非常にいいデッキだと思います。そうですね、コンコン、ヘンヘンヘン、デッキなんですけれども、で、前さん、後さんだよね。神楽坂は前ですよね。はい。ということで、こちらのデッキでやっていきたいと思います。非常にバランスの取れたデッキではないでしょうか。ただ、まあ、やはりね、切れコツが来るかどうか。あ、そうだ。ただ、金徳は1個被っちゃうんですけどね。そこだけはもう仕方ないかなっていうところで諦めました。せっちゃんと神楽坂の金徳が被りますね。まあ、ただ、せっちゃんは確定ではないですし、もし失敗したら切れコツ割り引く。そして今回はあんまりね、特能の被りがね、そこまでないかな。まあ、脱三振打たれ強さ。まあまあぐらいけど、そんなにね、金徳、じゃあ、特能が被っていないので、今回はこんな感じのデッキでいいかなと思います。金徳かぶりはそれだけなのでね。まあ、1個ぐらいは金徳かぶりあってもいいでしょうという点でございます。はい、神楽坂はマイベですね。やっていきましょう。で、まあ、初期値もまあ、このデッキね、一番よろしくないのはもちろん、球速もスタミナもいないんで、上げれないっていうところでね、あんまり。球速及びスタミナを。で、初期値がこんな感じで、まあ、悪くないかなと。というか、結構いい方かなと思います。はい、で、なんとですね、センス丸、引きました。はい。なので SG 高校センス丸ということで、まあ、ピンチャン挟みつつやっていきたいんですけど、ちょっとどのくらいピンチャンを混ぜるかは決めていなくてまだっていうのと、センス丸ついてこのデッキだとスタミナとかいろいろ考えて先発ピッチャーが作れるのかどうかちょっとわからない点でございます。まあ、一応中継ぎエースを作ろうと思ってるんですけど、まあ、スタミナ練習をいっぱいやったとか、ケースバイケースによっては先発のエース目指してやっていきたいと思います。ガチでこれエース、どっちにしろ中継ぎにしても先発にしてもエース狙えると思います。この初期値で千丸なら。で、このデッキ。はい。やっていきましょう。で、ちゃんと確かお守りと招きは持ってきてる気がする。ちょっと24時間ほど前は嘘ついたんですけど、何時間ぐらいか前に侵入してちょっと忘れたが、確かお守りは持ってきてた気がする。ということでね、全力でやっていきましょう。まあ、いつも全力出してるんですけどね。OK、完璧や。完璧や。オッケー、練習も速攻いいですね。いやー、神楽坂ね、絶対45いったらね、えげつない強さ発揮すると思うんですよね、個人的に。超期待です。で、この45以上の神楽坂を使うのは僕自身、初見でございます。まあ、初見とは言ってもね、前々回のサクセスで、神楽坂について、まあ、軽くね、こう、しっかり見る、軽くしっかり見ることができたんで、まあなんとなくはね、神楽坂のこと分かっておりますよと。で、まあなんとなく予想はついてるんですけど、多分僕の予想を上回る勢いで強いと思いますので、ちょっと楽しみですね。どっちかというと、なんか、
例えば天才の入部届の回とかだとプレッシャーが結構あるんですけど、今回プレッシャーは全くなく楽しみ。このセンス丸が非常に楽しみですね。どんな選手ができるか。まあただね、やっぱ SG のねピッチャーは辛い。サクッとで勝てない。てかまあ SG に限らずの話だけど。はい、でこのデッキはレンジャーでしょ、レンジャーでしょ。ちょ待って、オールレンジャーか。死んだ。オールレンジャーだ、死んだ。そこ全く考えずにデッキ組んでた。死んだ。これあれだ、序盤のうちに絶対変えよう、何かしらを変えよう。まあ一応せっちゃんはもちろんいるけど、オールレンジャーとか死ぬわ。これさすがにミッション全然勝てへん。竜の卵は絶対無理だもん、これだと。一体はガードかスナイパーがいないとさすがにやばいと思いますので、はい。あー、ただそっか、竜の卵でカラス使えばいいから、どう、あーけどオールレンジャーじゃ竜の卵さすがに勝てないか。定期ミッションオールレンジャー危ないんちゃうかな。定期ミッションさえやばいな。そこを全然考えてなかった、このデッキ組むとき。おっしゃ、結構いいデッキできたわと思って組んだ結果、組んだ結果やばい。はい、でちなみにせっちゃんはもちろんロードワークがありますので、結構彼女キャラの中では変化球ポイントをくれる方かなと思っていて、まあ、なので総編が一番大変なことになるのではないかと。あー、じゃあこれ SG っていうチョイスをそもそもミスったか。これ SG っていうチョイスが失敗だったか。波動とかでよかったか。波動行きゃよかったな。はい、と思う秋でございました。まあいいや、それ結果論、結果論。結果 SG の方がミッションゴーストバスターとかいっぱい来たら SG の方が良かったし、やっていきましょう。なので同じデッキをもし使ってみようっていう方には、とりあえず現時点では波動効果をおすすめしておきます。はい、でここでなんか変わってくんないかな。神楽坂がスナイパーになるんです。むむ、ならないんです。くっそー、悔しい。あー、ちょっと敏捷稼ぎたいな。あー、でもこれ体力削ったら渋かったな。これでもうせっちゃんの評価大丈夫だね、多分。ひかみはね、書いてもしゃあないしな。タイピンときたいな、割と。一回休みましょう。いやー、これ練習しちゃったからな、結構もう帰らんないかな。役割。波動だとサクッとで締めれたしな。レンジャーをレンジャー上げてもしゃあないしな。はい、もう諦めるか。オールレンジャーでなんとかシコシコとやっていくか。シコシコ TV でやっていくか。はい、そうですね、タイピンのコツ言ってもいいんですけど、やはり今回はタックでね、結構経験点稼ぐべきかなと思うんで、まあ、コントロール2枚変化球3枚ということでね、非常にタック来やすいと思いますので、どんどん評価上げていきましょう。水臭いぞ、すまん、謝っとく、すまん。はい、水臭いぞが、これが金徳イベントの方でございますね。はい、で上で続けていきましょう。まあこの本当にね、このイベントはいいと思いますね。神楽坂、この金徳1回失敗してももう1回来るっていうね、素晴らしいところだと思います。はい、でいろいろ特能抑えよう。 OK、 ちょっとミッションが渋いな。文化祭なりなんなり来てくれたり、ここでこう役割変えれたらよかったんだけれども、はい、やっていきましょう。もうなのでどんどん評価上げていきましょう。特に変化球練習とかやっておくとね、練習レベル上がっていくし、全然体力削ってでもいってあげましょう。まあ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 、全然ね、問題ない。せっちゃんも本当はもう一回だけ置いたいな、ちょっと怖いな。休む。招き猫持ってきてて、前さん後さんだし間に合うよね。これは言っていいでしょう、もう OK。 さあこれで間に合うでしょう、そっちはもう絶対。いやー、あー、もう川上はスナイパーにならないよね、もう。うわー、さっき練習してなかったらスナイパーにワンチャンなったけど、もう諦めよう。オールレンジャーで諦めよう。渋しな、渋しな、渋しだな。その川上は渋いから、休むでいいや。あ、そうだ、波動もけどタックで稼ぐデッキの場合はあんまだなと思ったんだな、確か。
よし、どんどん追っていこう。一応確認してミッション。もうダメだ、ずっとレンジャーを上げてくるやつだ。ダメだ、自分を信じてもうオールレンジャーで戦っていくしかない。はい、儚い壁にぶつかってる。やばい、最近もうね、本当に桐崎くんめっちゃハマってるんですよね。面白い、あのテンポがいい、本当に桐崎くん高校生であのセンスはやばい。はい、やっていきましょう。で、神楽坂は一応技術ボーナス4だっけもあるので、コントロール練習に現れても美味しいというところも一つね、評価できるとこかなと思います。はい、これはな、スカウトでもいいけど、まあスカウト行くぐらいならテスター募集かな。いやー、神楽坂は本当に強い。君をずっと幸せに、風にそっと歌うよ、yeah。 あ、それは桜坂かっていうネタを今回の動画の中で絶対一回どっかでやろうと、あの3時間ぐらい前から考えていた気持ち悪い YouTuber です。はい、やっていきましょう。こんなことをずっと毎日一人で考えている、それが秋ゲーム TV の中の人でございます。やっていきましょう。あ、ちょ待って、やばい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 よ、危な、無駄打ちしすぎというか、レンジャーはね、どうしても数出さないとね、辛いから。でも数出しすぎると今みたいなのがあるんでね、ほんと難しいところなんですよね。でもこの緑を一体処理するだけでも数出さないとね、危ないんでね。こんなピエロが来た時にはですよね、ほんとに。ピエロなんか来た時にはですよ、ほんとに。辛すぎ打ち。強いなぁ。告白間に合ってよ。さすがに。さすがに告白間に合ってよ。もう一回追っとく？まあ、ラブパンまであるし、それは割と言ってもいい気がする。ミッションも渋いし。よし、オッケー、ラブパ来た。さあ、ここでこうやってラブパを絡めてガンガン経験点を稼いでいくよってなると、本当にパワー効果波動でよかったな。はい、皆さんね。ミッションの役割っていうものは何かっていうものをね、しっかりね、確認してからね、サクセスを始めましょう。はい。逆に言うと、果たし状が絶対勝てる。っていうか、全部のミッション勝てるなっていう編成。まあ、具体的に言うと、レンジャー1体、バウンサー1体で、あとは全部、ガードっていう編成の場合は、もう間違いなく何があっても SG に来るのがいいですね。はい。ただ、特に投手デッキの場合は、それが現状結構厳しいので、まあね、なかなか、難しい。はい。まあ実際オールガードでも全部のミッション上手い人なら勝てますからね。野手はなんかガードが多くて、投手はレンジャーが多い、そういうイメージですね、今のところ。主人公のレンジャーレベルが99とかになれば最強になる説ないかな。せっちゃん入れてもいいんだけどね、あんま練習レベル上がんないんでね。結局せっちゃん入れよっか。ちょっと意識して追ってせっちゃん入れる。ラブパも狙いつつで、それでそれ悪くない、戦法として。ちょ、嘘やん、せっちゃん間に合わないの。まだ評価がちょっと上がりきってないっぽいですね。あ、リリース潰すの忘れたし、カチュンも潰すの忘れてる。やめて。オッケー、ナイス、綺麗。はい、必ずリリースとカチュンは先に潰しましょう。まあ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 、このラブパー中のこの回復はいいでしょう。せっちゃん間に合ってよ、本当に。オッケー、キレがとりあえず来たっていうところはいいですね。チューンおよびリリース。リリ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 リース。オッケー。ちょ、せっちゃんマジで間に合ってくれ、頼む。おっしゃー！イエス！普通に今右手を突き上げてしまった。いやーでもね、僕の大好きなガクト様みたいなガッツポーズができるようになりたいっすね。マジでガクト様かっこいい、あのガッツポーズ。成功した？ OK！ 成功した。まあ、少しだけど成功しましたね。そして何よりこのラブパが非常に続く。いいですね。ただラブパ中にタックは全く組んでないっすね、正直今のところ。で、まあ、せっちゃんの評価もまあまあ大丈夫っしょ。クリスマスはとりあえず来るでしょ、今で。
コツを潰すものももうそんなないし、どんどんポイント上げていって調子を取って、そうですね、コメント欄でもたまには違う変化球を取ってほしいっていう声あるんですけど、やっぱちょっと千丸の時はちょっと怖いんで、カーブとフォークでちょっと行かせていただきたいと思います。ちょっとまた盆栽の時にどんどんチャレンジしていきます。で、切れはコツ2回取って全然いいというか、置いといた方がいいですね、むしろ。せっちゃんがね、お、成功した。せっちゃんが最後のデートでどうなるか分かんないんでね。これクリスマス前だからという理由で攻めても全然いい、正直。クリスマス前だからという理由で攻めます。うわー、スカウトもいたからな。まあまあ変な気がしなければセーフ、オッケー。だったら精神ってせっちゃんと一緒に練習しとくっていうのもありだったんですけど、ここで評価上がるっけ。オッケーオッケー、もうせっちゃんになってるんで、これでね、あのおみくじも来ますね。はい、初詣も一緒に行ってくれて問題ナッシングと。敏昇化精度こうかな。敏昇化精度こうで、ここで失った体力を大吉で回復してくれ。あー、これどうしよっかな。もう評価されてるし、あー悩ましい。やめとこう、体力回復の方取ろう。まあ、大吉なんて実際引かないでしょ。うやもう、あ、ほらダブルタックがめっちゃ来るデッキなんでね。うわー、まあ切り替えていこう、切り替えていこう。ちょっと千丸の大凶はつらい。矢部くんといってもまあ中吉で40ずつはくれるんでね、それ考えるとつらすぎますね。まあ切り替えていきましょう。こっから千ダブルタックとかねめっちゃ来るデッキなんでね、全然大丈夫です。はい、ちょっとただあんまり今んとこタックは来てないっすね、正直。大丈夫だ、自分を信じていこう。自分の運というものを信じていきましょう。んで、なんだったっけ。おっと、マジこれはやばいぞ。実際これはやばいぞ、本当に。クソ強い選手できるで、これ。よっしゃ、ガゼンやる気が出てきた。ガゼン、イェーイ。それも違うか。成功しろ、よしよし、しかも一番成功したやつ。あ、ダブルタックと、タックびっくり。こっちや。ほら、こういうことなんですよ。立川と神楽坂、このダブルタックなんですよ、よく来るのは。で、経験点もいいんですよ、非常に。特に45になってればもう、なんなら立川とそのあれっていうのはもう最強の2人なんで。おお、大凶で怪我もしてて1972、悪くない。1972年、おそらく何が起こった年だ、何かがあった年だ、間違いない。やっていきましょう。オッケーオッケー。奪三振は千丸の時はコツ1回で割り引いた方がいいのかね。いや、もう1回待ってもいいでしょ、結構重たいっしょこれ見る感じ。もう1回待っていいでしょ、どうせくれるの精神だし。もう1回待ちましょう。はい、いいぞ、ここまで非常によろしいぞ。いっけい、さあ伸びーと重い球だけ来てほしい。こうなってくると伸びーと重い球だけ来てくれればもう本当に100点ですね。まあ大凶引いてるから100点とかいうものはないんですけど、頑張っていきましょう。で、結構デートを全然していない印象ですので、デートというかデートするためにもあれですね、労働枠は今後出ていきましょう。で、怖いのはこっからだな、マジで。本当に勝てるのかっていうところですね。せっちゃんレベル低いな、やっぱ追わないんだよな基本的に。もう16入れるぐらいならその倍のレベルのレンジャー入れる方が安定するかな。まあこの辺はさすがにまだ勝てると思うんですけど、
まあ、だからレンジャー1体だけとりあえず残しといて、手元にね。あとは突っ込んでいく。そしたら大体大丈夫でしょ。とりあえず1体だけ残しといて。特に主人公をこのクマとかにぶっ込む。まあ普通のクモはレベル低いやつでも多分倒せるので、この主人公というやつを緑およびクマにぶっつける。レベルが高い主人公、ほら主人公めっちゃ活躍。主人公をどんどんぶつけていく。ほらぶつかり稽古や。強、主人公強、レベルの高いレンジャー強。これ主人公大活躍や。イエス、オッケー、作戦が見えてきた。タガスクリニック、よし、作戦が見えてきたまである。おっ、よっ、これはこっちかな。欲しい特能的にもこっちかな。いや非常によろしい。何これ、練習は非常によろしい。タイピンもまあまあまあ、潰そうかちょっと悩んでいったところではあったんですけど、いいでしょう。でもこれは間違いなく今回はあれですね。はい、まあ今のちょうど体力量的にもそうなんですけれども、もう変化球中心絶対つけるべきでしょう。変化球3枚入れてて1000丸、絶対変化球量えげつないことになるでしょう。一緒に食べましょう。 OK で、葵ちゃんのマリンボールは絶対成功させたい。444、ただここでとりあえず置いときたいな。もう5554になるかな。もう1ずつ上げてもいいけど、ちょっとそこは悩みどころだな。どうしようかな。葵ちゃんの成功率を高めるという点ではもう1ずつ上げてもいいけどね。あ、伸び骨1、これ割といいぞ、割といいけど、まあ、40しか経験点ないならデートでいっか。はい、やっていこう。で、あれなんだよな、立川の伸び骨なんだよな。とにかく緩急は今回はね、まあ、コントロール2枚入れてるっていう時点でもうコツ1回で掴んじゃうんですけど、何よりね、千丸なんでもうコツ1確定ですね、掴むのは。はい、おっとおっとおっと、何かが足らない。うわー、すげー、本当にダブルタックくる。得意練習率アップというものがすごすぎる。ただまあ緩急来ちゃったらちょっと渋いけど、まあ仕方ない。これはこればっかりは OK。いや、やばい。やっぱこのデッキおすすめだわ、普通に。しかも、うち3枚は配布物。やめて！ OK、OK。本人賞来るかと思った。まあ、これは素直にデートでいいかな。いや、おすすめだな、この編成。本当に強い。変化タックが来れば変化球555の16目指せるかな。それは無理か。今何を悩んでるかっていうと、葵ちゃんおそらく総変を上げてた方が折り変が成功しやすいんで、まあもうちょっと変化量上げたいところなんですけど、折り変もねこう上げていきたいっていうところで、あれをね、変化球量をって考えた時に、ちょっと今やるのは特撮風ではないかなと。なんだこれ、さっきからどうした。ダブルタック来すぎやで。いや、こういうことなんですよ。でもダブル得意練習率アップとはこういうものなんですよ。あ、来た、頼む、これ成功してほしい。頼む、これだけは成功してほしい。今回試して合点やってみる。お願いお願い。うわー、ふざけたら失敗した。うわー、読み取られた。心を葵ちゃんに読み取られた。心を何に例えよう。なーねねなーねねねねねねねっていう歌昔あったな。やられたな。くそ、これはちょっと予想外の出来事だった。くそ、折り返失敗したか。まあいい、切り替えていこう。お疲れい、体力回復しよう。もうタイピンはコツ割り引かないけど。よし、ここでダブルタック来い。ここだ、ここで来い。まあ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 、ワンタックだけど全然いい、全然いいよ。結局先発にするには精神が足りなさそうですね。お、コントロール練習上がる。結構いいじゃん。
あー、これ大声でリハブって筋力ですね。オッケーオッケー。ダブル。あ、まあまあ全然いいよ。全然いいよ。せっちゃんがいるから体力も減りにくい。さあダブル。おー、おっ、えげつないな今回のサクセス。大吉とかもう関係ないレベルにすごくなってきた。やばで、腹痛も成功してるんだ。それはで、まだ打たれ強さことは。オッケーオッケー。大凶で3120。オッケー。まだ打たれ強さことが来てなくて、おそらくあれですね。うわー、そのじ怪我には泣かされてるね。まだ打たれ強さ骨が来てなくて、要はあれを残しているので、投手討論を。はい。で、今の果たし上絶対勝てないんで、この編成では。あれをほっといて、よし、オッケーやだ、オッケーやだ。デートがあと1回か。ちょっとデート早かったな。ロードワーク結局休みます。やばい、もうずっとこんな感じですね。本当にずっともうタックびっくりは攻めてあるみたいな。すごい。うわ、肘爆弾いつの間に持ってたよ。いやでももうここでね、肘爆弾なんてね、除去している暇はないです。僕にはもうここは攻めるしかありません。よしよしよし、投手討論も来たよ。完璧やで本当に。でここで潰すでしょ。よし、これは爆弾さえ爆発しなければ。もう77目指すか、変化球量は。ワンタック、ワンあれ、ここでいいか。ラブパ狙いで変化球も悪くなかったですが、まだ球持ちとかも来てなかったんでね。いやー、これどうしよっか。せっちゃん入れよっか。21のせっちゃんでも入れる方がマシかな。いやもうむしろ入れない方がいい気がするな。もうむしろオールレンジャーの方がむしろ戦いやすいんじゃないかな。いやー、せっちゃん入れよっか。1枚せっちゃんだけ入れよっか。これでいこっか。よし、ちょこれ負けるとさすがにやばいんで。え、でも多分勝てると思うんですよね。普通に主人公レベル99が思いのほか強いんで。1体だけレンジャー置いといて、とりあえずレンジャー1体は置いといて、で要は1箇所に全部行かない、1箇所以外に1つ置いとく。あー、ちょっとこれは正直出しすぎた感ある。ちょっと今の下手くそだった感水ある。がしかし、あ、これだからちょっと出しすぎのパターン。あー、これ主人公をねここでね捕まらしとくのはね得策ではない気がする。あ、いける。これでとりあえず生産した。今のもろもろ生産した。とりあえず1体だけ裏確保しといて、あ、これは全部出せる。ちょ、主人公以外で引っかかってそれ。あー、主人公行こう。あー、これやばいな、これやばいな、これやばいな。金塊も欲しいぞ、あの金塊も欲しいぞ。よっしゃよっしゃ、とりあえず定期は全部勝った。オッケー。あとはゴーストバスターがめっちゃ来てほしい。ここから勝てるゴーストバスターを僕たちにやらさせてください。うーん、ちょっとまあもちろんミッションと見比べてですが、うーん、玉持ち、おー、いいね、玉持ちいいね。とりあえずこっち行こうかな、玉持ち以外で。オッケー。オッケー、これで玉持ちいきましょう。あー、重い玉のコツが来てないな。渋いなそれは。いや、いい変中継ぎピッチャーになるよ。あ、けど重い玉のコツがここにある。ちょ待って、これはいっとこう。まず重い玉からいこう。なんなら怪物球威絶対取るから、これはさすがに勝たないとやばい。で、次あれね、次玉持ち、ね、
よっぽどのダブルタックびっくりじゃない限り、ちょっと玉持ち。でもいいっすね、デートが今回は早めに終われているので、もうどんどんミッションやっていけるんでね、素晴らしいと思います。あー、ちょっと出しすぎたパターン。オッケー、いける。まあまあ、このレンジャー系がね、犬、狼、雲が多い系はね、こっちのもんですね、元のデッキの場合。これ出しすぎな気がするから、ちょっと待ちつついきましょう。オッケー。こんな感じでいかがでしょうか。OK。Yes。OK。とりあえず重い玉 30% でもできてればね。もう重い玉そんなもともと重くないんで 30% オフして1000丸ならそれでもう十分。おお、これが成功したけど。来るかどうか。あ、ダブルタックけど。80でしょ、どうせ。言っても経験って80でしょ。これも80あるじゃん。でも次何が来るか分かんないし。とりあえず一度こうか、ダブルタックは。すごいな、そう考えるとミッションってダブルタックより経験ってあるんだな。しかも体力削らないし。変化球抽選についたっけ。あー、オッケーオッケー、これでだから勝ちですね。これで今回ミッションいけばいいんで。よーし、オッケー。打球反応取るじゃん。オッケー、切り味ももう敏捷的に取れる。重い球も実際もう取っていいな。取ろう。よし、オッケー。あー、でも、一応、ミッションでなんか来るかもしれないし、置いとこう。用心警護だから、これで勝てる気はするんだけれども、どうかな。48。まあまあ、最悪ね。最悪、僕にはカラスボンバーというものがまだあるんでね。犬木なんだったっけ、犬木なんとかのカラスボンバーがあるんでね、犬木商店だっけ。あー、今なんかほんと主人公ぶち込みたかったな。こういう感じよ。 OK で、主人公以外のレンジャーを一つだけとりあえず手元に置いとけば、危ない犬とかにはそいつをぶち込む。危ない犬が登場 して騎士台次第マキライエグザイル、違う、ちょっと危ないやつが次第そいつをぶち込んでいく。いや、ちょっとこれやばそうだね。結構やばそうだね、これ実際。これ結構実際やばそうだな。うわ、これ結構危なさそう。危なさそう。あっぶね、ギリギリ、マジでギリギリセーフ。たくそだな、ミッション。またこの勝負に負けて試合で勝った的なやつだ、今のも。で、これがダブルタックだったらまあ言ってもいいけど、ワンタックならもう絶対ミッションですね、これは。果たし状来たって、だって勝てないんだから。ジャイロボール骨いっとくっていうのはまあなくもないし、デートをやるっていうのもなくないし、今の現状だと。もしくはラブパを狙うっていうのも全然あり。ラブパ狙いっていうのも本当にありですね、これは。まあ、一番、いや、ラブパ、あ、ラブパ来ない。7月一緒なんか起こりにくいから、練習後のやつが。まあ、で言うとジャイロボールかな。納骨というか、経験点的にもそこかな。デートでもいいけど、体力マックスだし。ここかな。ここでしょ。まあ、ジャイロボール取る気はないんですけど、もう一回でも奇跡的になんかのね、ミッションで来ればっていうところでね。来ればが来れば。やっていきましょう。いや、主人公レンジャー90、レベル99使えるな。主人公が強いからなんとかなってるわ。だから、ヘボにはヘボ。で、これ強いやつには主人公をぶち当てていきましょう。こういうのに主人公をぶち当ててね、いきましょう。おい、強い強い強い、マジで主人公がね。これはいいですね。非常によろしい。
お後がよろしいようで。オッケー、今のねレンジャーの出すタイミングも100点だったな。で、まずい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 、本当に危ないな、本当に危ないやつで、こっからですよね。もちろん1回戦はサクッとでいくんですけど、こっからなんだよな結局は。本当に勝負はこっからで、重い球もねもう1回だけ置いときたい。次とりあえずいろいろ見てからにしたい。球持ちに関してももう1回だけ待ちたい。ちょっとここは取らずに行きたい。もしかしたらなんかいいあれで割り引けるかもしれないっていうワンチャン、ワンチャンスをね。ここはまあこれで勝てるでしょう、十分でしょう。オッケー、よーし、さすがに勝てるよね。オッケー、ナイス。あ、3点取ったってことは、ちょっと見ましょう選手データ。チーム切り替え、オーダー、違う、CFFF。 お、いい、こいつこいつ強い結構で、ちゃんと桜の宮がキャッチャーやって結構いい。あー、セカンドはだよくヘボいな、微妙なところ。ちょっとこれもう1点ぐらい取ったら次もサクッとで攻めてもいい。ちょっと微妙なところですね。ちょっと微妙。はい、であと精密だけね、今回精神が足らなさそうなんで、逆に技術が余りそうなんで精密だけ完走してほしいですね、7月中に。そしたら完璧ですね本当に。まあマリンが失敗して大凶を引いたこと以外はもう、まあちょっと怪我しすぎだけど、あんまヒット打ってないな、あんまヒット打ってないな。ここでねどれくらい打つかっていうのを見極めて、これ今後のサクッとどれくらいにしていくっていうのを決めていけばねいいと思ってたんですけど、ちょっと判断に困るな今回は。あ、ミスった、ミスった。普通に今のナイスピッチ使えばよかったけど、まあ1点取られても別に変わらないんで大丈夫なんですけど、サクッとでやりだしたらこれをねやっちゃうとダメ絶対。昨日だっけ、わけわかんないタイミングで交代させられたサクセス回は、あれはね監督にしてやられましたね本当に。すっ、いやー投手サクセスが本当に下手なんでね僕。まあ野手とはね数打ってないんでね、まだやっぱサクセスは慣れと運とは言いますが、数打たないとダメですね。キングカズだってもうバカほど数打って練習してきたはずですよ、シュートの数をね。カズが数を打ってね数になったんですよ。やっていきましょう。で、まだあれ直ってないのかな、アップデート来てないもんね。まだメンテナンスはあれから来てるけど、アップデートは来てないから、投手の不具合のやつは直ってないのかな、まだ。くぅ、しびれるぜ。でも神楽坂使いたいじゃん。よし、やっぱこの超スローボールの優秀さがね分かる感じでした。で4点取ったので、もうここはねサクッとで次も攻めてみたいと思います。で次の試合前に結構実は得のいろいろ取るんで、今回よりはかなり主人公自身もねパワーアップできると思いますので、次の試合に向けていけるんじゃないかな。よし、精密きた、ナイス、精密きた。あ、竜の卵来た。よっしゃ、完璧や。完璧や。よし、竜の卵行きましょう。まだカラス持ってますよね、僕。あ、で、逃げ玉このデッキ取れないんでね、逃げ玉こっちも正直割と言っていい。これ。まあ、ちょっと先考えよう。先やってから考えよう。さあちょっと集中していきますよ。竜の卵は桜の宮はいらないでしょう多分。まあ言うてカラスがあるんで勝てるでしょう。これ完璧、ミッションもいっぱいいけたし正直完璧だ。よかった、一つ懸念していたのがその2列でね
緑がめっちゃ来る系の竜の卵だとちょっと危ないなと思ったんですけど、そっちじゃないパターンだった。このむしろレンジャーが得なパターンのやつだった。で、こっから多分クマがどっかから2列来るんですけど、それが割とやばい、このデッキ、この編成だと。多分真ん中からクマが2列来るんじゃないかな、そろそろ。お、来た。これこれこれ。これがやばいんだよね。実際これが結構やばくてですね。こいつらをね、消滅させないと、まず。安心して消滅させないと。オッケー、いけた。よし、いけるでしょう、多分。あとはこのクマね。カラス置いとけるなら置いときたい。もちろんあと2周あるから。よし、オッケー、勝てた。ナイス。金塊1個だけ無駄にしたけど、まあそれは仕方ない。よし、オッケー。で、まあ絶対果たしは勝てなくて、これ言ってもいいんですけど、まあデートが変なの来たら怖いんで、この週はデートでいいかな。この週は先にデートでいいかなと思いますね。はい、デート行きましょう。いや、これはいいピッチャー。ここまで、いや、ここで結局ピンチャンでやってたのに、ね、え、うわ、もうくっそー、キレくるパターンのやつだった。くっ、よし、もう金トロも全部取る。いや、もう十分今の段階で強いんですけど、正直。はい、いやー、こっからサクッとで勝っていきましょう。もう選んじゃったんでね、僕にはこの道しかないです。まあただ十分得能は取れてるんですけど、伸びと逃げ玉だけないっていうのは正直怖いですね、これだと。ただまあ総編もあるし、コントロールもめっちゃいいし、一発だけ怖い。うそ。追加点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面。またそして桜宮がキャッチしてない。まずは入れてきました。第2球ストレート空振り。もうこれで追い込みました。作戦はこれが三球を。三球あるから嫌なんだよね。見事なピッチングです。うわー、いや1点ぐらい取ってくれるでしょ。さっきの打力だと1点ぐらいさすがに取らないと。第2球投げた。何もやってないよ。だって能力だって高いんだもん今回は。投げた、打ちました。一二塁歓迎。一塁へ。ナイスピッチャー温存する感じで。アウトチェンジ。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。頼むよ、本当に本当に頼むよ。第2球。2016年パワープロの目標は投手なんだから。それ野手はね、もう新年一発目から割と強化できたんで。とにかくピッチャー。自らベースを踏んでスリーアウト。頼むよ。頼むよ、お願い、本当にお願い、本当にお願い、お願いお願い、マジでマジで。おっしゃ、二宮か二宮か二軒か知らんけど、ナイス。いやー、どうしよう今後、どうしよう今後。やっぱスタミナがないとこれ良くないな。今満点じゃないし。あーか、逃げ玉か。逃げ玉ってどれくらい重いんだろう。逃げ玉欲しいな。こうなってくると逃げ玉欲しいな。ちょっと逃げ玉いっといて、まあ、取るかどうか分かんないんですけど、これこっちにしときます。はい、まあどっちみち50か、金塊含め50くれるし、経験点もいいし、体力減らさないし。ゴーストバスターもう一回来てくれたら完璧だったんだけどな。でもカラスボンバー持ってるので、さすがにもう左手でやっても勝てると思います。いや、もうこれはサクッとで攻めたくなってきた。この劇的なサヨナラ勝利を届けてくれた。ただね、やっぱみゆきがキャッチャーじゃないと、みゆきじゃないよ、桜の宮がキャッチャーじゃないとね、スタミナ上げてないので、むしろ桜の宮がキャッチャーやってくれるっていう計算があるからこそ、中継ぎを SG だって、あ、そうだそうだ、まあ稼働でも一緒なんですけど、だからこそ SG で作ろうと思ってる点もあるので、さっきみたいに桜の宮以外のやつがキャッチャーやっちゃうと完投できなくて、ちょっと経験点が減っちゃうんでね、よろしくないっていうところなんですよね。実際
やこれ今回ミッションが結構いい感じで勝てた。全部危なかったけど、割と全部危なかったが、しかし勝てたことに変わりはない。結果良ければ全てよし、全てよし、 OK。 逃げ玉だからな、あの自走者オフでの失点を減らすのには一番逃げ玉がもってこいなんだよな。ちょっとダブルタックがいつからかあんまり来なくなってる。ちょお願いします、伸び伸び、もう伸びしかないでしょ逆に今。うわ、そうか、対強打者があった。せっちゃんとの兼ね合い、まだ置いときます、まだ置いときます。もし今後立川が光らなかったらまだ割り引けるんで、でもサクッとで攻めます。本当に伸びを最後に教えてくるね君は、君は本当に。あー、まあ今取ったらね試合には勝ちやすくなるんですけど、金徳4ついいんじゃない。てかもうすでに S ランクはいってると思うんですけど、まあ S がどうこうとかいうね、もう次元ではない、 S がどうこうではない、もう自分のとにかく、ま、納得できる中継ぎ作るまで。うわー怖い、また桜の宮じゃないパターンか。お前絶不調になるよ、絶不調に。コンピューターはね、キャッチャーはね、守備能力、うっそー、コンピューターはね守備能力が高い方を優先するんですよ。今の良くなかったのはね、結局ストライクからストライクゾーンに移動する変化球って打たれるんですよ僕の研究によると。変化球投げるときはストライクからボールに投げるやつ、え打たれすぎでしょさすがに今回。そんなに打たれる、嘘嘘、ここで負けるの、ここで負けるのは嫌よ、嫌いや。え、こんなに打たれたことないんだが、ここでいつもと同じ配球してて。うわちょ待って、2点はやばい本当に、頼む勝ってくれ、2点はやばい、ピンチャンすればよかったかな。いやダメだ、攻めよう、見てる方も攻める方がワクワクドキドキするよ。ただなあ、ちょっと1球だけ遊び球、あもうじゃあアディオス。うわーくそー、2点取られちったが、頼む頼む SG 頼む。第9カーブはボール、まずは膝元投げました、まっすぐ空振り、重そうなストレート、第3球怖い、カウンター2ボール1ストライクです、打ちました、うっ、おー怖っ怖っ、ライン際怖い、頼む頼む、2点、あーめっちゃランナー出すやん、めっちゃランナー出すじゃん、この能力でランナー出したらもう普段ランナーしか出さないんだから。第2球リンローギリギリいっぱいストライク、軽く追い込んでまいりました、投げました、空振り三振、よし見事。第9インコース低めストライク、さあ今回ほんとダブルタックもめっちゃ来てるし6戦を超えると思うんだよな、タイミングがこのままいけば。第3球 OK、 ナイスピッチ節約、見逃し三振、ええマジで、ちょ頼む頼む、ほんとに2本しかヒット打ってないし、これよっしゃ、頼む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 、マジで頼む、いやいやあー疲れた、緊張させるね、それにしてもハラハラドキドキさせるね、立ちか、あ肘爆弾忘れてた、こわあと一瞬ある。いやもうこれはなんか流れが僕に傾いてきてると思うんで、もうサクッとでいきましょう。はい、いやースタミナもちょっと実際上げていいな、いやでもまあ中継ぎ作るんだったら結局中途半端になるな、てか守備をいいまで上げたいな、うんうん、サクセスは慣れと運、やっていきましょう、頼むよ SG 高校、頼む SG、 うわーワンアウト2、3塁は怖すぎ、しかもツルヤはほんと内野安打まであるんで、こいつめっちゃ怖いんですよね、
本当にツルヤと対戦して内野安打丸っていうところがどんだけ強いかマジで学んだ。もうでもこれはごめんなさい、ナイスピッチです。うわーまた渋秀とか追加すんなよ、このクソチート強い子。あ、今思ったらそうだ、この高校が一番強いから、この高校は実際サクッとで勝てるような高校ではないレベルに強いんだった、忘れてた。それこの高校がね一番強いサクセスで対戦する中で、あ、まあまあ天空の方が強いかもしれないけど、ちょっとこの高校はやばいんだよな。なぜここにまだ追加しようと思ったコナミさんとね思ったぐらいなんで。ストレート空振り三振、あやべ頼みます、お願いお願い。うわー、うわまた渋秀か、何が怖いって威圧感持ってるんですよね。だってこいつ松井秀喜があれですよ、モチーフですよこいつの。第2球、いやそれはそれ、おおおおおお、はあ、前よりインコース低め空振り三振、三振に仕留め。てかもうスタミナ危なかったよね、もう交代か、ちょもう交代か、勝っちゃうの5回で交代って、もう桜宮キャッチャーやってお願いだから、これ5回で交代してゼロ失点の場合の経験点はマックスか、完璧やば、決勝まで来ちゃった。ちょ、これダブルタックだからもちろん行くんですけど、バックダッツやめて、よっしゃこのサクセスは勝った、マジでこれはやばい、ピッチャーできる。これはやばいピッチャーできる。まあ逃げ球を最後取るかどうかとかはまあまあ後で考えよう。伸びだけ欲しかったけどね、となってくると。で変化量もあと1に上げれるでしょう、おそらく。はい、これはいい選手できる。よしよしよし、146キロまで来たし、球速もよしよしよし。いやー、神楽坂初使用でいきなりええピッチャーできた。で、知ってる知ってる、あのね、岸田はもう僕思うにこれでよくないですか、実際この場面で2アウト2塁の岸田は実際これでいいと思うんですよ僕。もうローボールヒッター持ってるから低め投げてもホームラン打たれるし、かといって高めなんてこんな超打撃の、うわちょっと待って5番バッターもめっちゃ強いな。高めなんてね、あんな打撃能力いいやつに投げれないですよね。これでとりあえず追い込んでくれればこっちのもんだ。スタミナがないけどなぜか決勝戦だけ桜宮が受けているというね情報をもう目でキャッチしていたので、ここはもうおっしゃ、これ完璧なやつ。あーちょっと待って、怖い怖い、ちょっと待って、動かん、なんか動かん、よし。第9球、変化球ストライク、インローへ、まずは入れてきました。ワンアウトか。いやもうこれは使えるときは使っといた方がいいよね。ナイスピッチ、よしよしよし。うわ怖い、もう振るだけで怖い、振るだけで震える。投げたくて投げたくて震える、迫る引くほど遠くなって。てか最近千丸出すぎだな、真剣に。おっしゃ、ナイスアドナイスアド、君は長嶋茂雄だ。よし、いけいけ、よし自分変わったけどいけ、よっしゃ。これあれじゃない、地方決勝がなんか投げきれなくて経験点マックスじゃなかっただけで、あと全部マックス、完璧完璧だったマジで。しかもダブルタックもめっちゃ来てるし、まあ怪我がちょっと多かったのと代表引いたこと以外も完璧、ミッションも良かった。結果さ最初、あスカウトとか結びすぎた、これ中継抑えにしてもね、中継ぎの選手を抑えにしてもその査定下がらないんで中継ぎでいいでしょ。はい、最初その波動行った方が良かったかななんて言ってたんですけど、結果 SG 来て大正解でした。はい、 SG 高校で大正解のサクセスでございましたと。いやこれは素晴らしい選手できるんじゃないかな。さあいくら、6251、いいでしょう。さあこっからですね、まあまず思うのはコントロール S はやめよう。んで変化球ポイントちょっと余るな、まあいいか、ジャイロとか取ればいいし、で対強打者は絶対取るでしょ、
まあ、一応こっちも見てあげたくて、実際守備を E にちょうどできるからしてあげて、で肩的にはあと4か 1,2,3,4 あー 1,2,3 しか上がんないか、あと4でしょ、150はいかないということで、筋力を焦ったとなると、じゃあジャイロボールと逃げ球取ろうとなるよね。でなんか精神余ってるし投手取ろうとなるよね。であとは調整で、まあさすがにスタミナ E にはないと怖いから E にはして、球速1上げて、まあ変化球ポイントの余りがちょっと気になるんですけど、これが最適な形でしょう、おそらく。はい、おっしゃ、ジャイロも結局逃げ球も取れた最終的に。まあコントロール S っていう選択肢ももちろんあるんですけど、そしたら特能いっぱい削るんで、多分これが一番いい形だと思われます。はい、でちょっとミートも上げて、ちょっと変化球ポイントの余りは気になりますが、いいでしょう。いや強いでしょう、これは多分投手左上でしょう、いわゆる。いくよ、育成管理を起こすよ。はい、 OK。 さあ S いくつ、 4! S4 できた、ついに S4、 よっしゃー、 S4 きたー、 S4 ランクきた。というか神楽坂強っ、というか神楽坂が強いっていうか、そのやっぱ得意練習率アップ、立川および神楽坂強っ、やばっていう感想でしたね。はい、いやーこれは驚きだ、正直。特能もこれだけあって、金徳も4つで、何よりね、まあ伸びだけ正直取りたい中では取れなかったんですけど、まあ伸び取れない代わりにね、ジャイロボールがあったりとか、まあ球持ちとか、なんだろう、緩急等、なんか本当に敵を抑えれそうな特能がいっぱいあるし、失投しない逃げ球もあるし、何より怪物球威もありますしね、脅威の切れ味。まあ緑特能ね、変化球中心つけばね最高だったなとは思うんですけど、まあ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 、それにしても、ということで、まあ中継ぎにしなかった理由は、なんだかんだまた中継ぎのピッチャーを作れるかなっていうところでね、もうちょっとしたら、ああ抑えか、はい、よっしゃ、この通り落ちないんですよ、査定ここにしても。はい、ということで抑えを任そう、まあ中継ぎエースですね、抑えを任そうというか、僕の考えとしては中継ぎエースの誕生でございました。もうね、興奮しすぎてやばい、ちょっと喉がね興奮しすぎてやばいんで、後でね、僕のおすすめファミマのシャイン&シャインをね、また買ってきてね、飲んで喉をね休めたいと思います。いや、ということで千丸でオールサクッとで全部攻めて全部勝てたっていうのは奇跡でしたね。しかも SG 高校でっていうのが、実際もうさよならに、さよならのさよならのさよならみたいな、本当に奇跡のサクセスだったと思います。ということで、まあ興奮しすぎてあれだったんですけど、本当に特に固有まで解放できた方、神楽坂で前部変化球っていうのがね、まあ今まで有能なこの2人が後だったんで、このね3人のね使い道は本当におすすめですね。はい、で本当にダブルタックいっぱい来るんだろうなと思って使った結果、本当にいっぱい来たということで、ぜひぜひ使ってみてください。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。この後は概要欄にあります色々な再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。